大使踊りは飛騨市神岡町の常蓮寺にある聖徳太子像を別の寺へ移したところ、この地域が飢饉に見舞われたため、村人が領主に願い出て太子像を戻してもらうことになり、戻った時に喜びいさんで踊ったのが始まりとされています。神岡小学校ではふるさと学習の一環として大使踊り保存会のメンバーを講師に毎年授業が行われていて、今年は3年生およそ50人が保存会の12人から説明・指導を受け、手を大きく振ってあげたり足の動きを合わせたりしながら大きな一つの輪になって踊りを楽しみました。踊りを間違えずにできたから嬉しかったです。慣れてくると楽しくなって面白かったので嬉しかったです。ニュースをお伝えしました。